はい、プレーボールどうも野球人です。巨人新助っ人候補、2014年 MLB ドラ1のマイコラス2世獲得調査、タイラー・ビーディーということでございまして、はい、巨人ですね、助っ人情報ちょこちょこ出だしてきてますね。この間はグリフィン選手でしたが、今回もピッチャーですね、タイラー・ビーディー選手と、かなり速い球を投げるですね、先発候補の選手というところでございますので、まずは記事からチェックしていきましょう。巨人が新助っ人としてタイラー・ビーディー獲得調査。巨人が来季新外国人選手として全パイレーツのタイラー・ビーディー投手を獲得に向けて調査していることが24日分かった。最速158キロ、平均でも約154キロを誇る直球と、落差のあるチェンジアップが武器の本格化右腕。メジャーから2度の1巡目指名を受けるなど、メジャー通算7勝ながら潜在能力の高さは折り紙付き、エースに調査を乗り出している全ブルージェイズのグリフィンに続く、このオフの助っ人補強第2弾となりそうだ。原巨人がこのオフ2人目となる助っ人補強に動いていることが判明。全パイレーツの BD を獲得に向けて本格調査していることが分かった。188センチ、97キロの堂々たる体格から繰り出す直球は最速98マイルを誇る。今季メジャー31登板の平均球速 95.8 マイルは体勢を上回り、ソフトバンクから FA 宣言した千賀球の球速帯、落差のあるチェンジアップ、カットボール、カーブを操る本格化右腕だ。 BD はメジャーでも将来を嘱望された有望株だ。11年ドラフト1巡目でブルージェイズから指名を受けたが、バンダービルド大への進学を決断。13年日米大学経験のアメリカ代表として来日経験も持つ。その後14年ドラフトでジャイアンツから再び1巡目指名を受け、順調にマイナーリーグでステップを踏み、18年にメジャーデビューを果たした。19年には24試合に登板した、うち先発が22試合を占めるなど、ローテの一角として回り、キャリアハイのシーズン5勝をマーク。今季はジャイアンツで6試合、5月にパイレーツに移籍し、5度の先発を含む25試合の計31試合に登板。2勝5敗、防御率 5.14 に終わり、シーズン後に FA となっていた。まだ29歳とこれから選手として油を乗ってくる時期に差し掛かる上、来季は20年3月に受けたトミー・ジョン手術から復帰3年目にもなり、さらなる投球向上に期待がかかる。夫人は女優のアリー・デベリー。20代での来日ということからも、球団からは15年から3年間で31勝を挙げたマイコラス並みの活躍を期待する。今季先発ローテで2桁勝利を挙げたのは12勝の戸郷、10勝の菅野と2人のみ。先発補強が急務と言える状況だ。今季いずれもプロ8勝利をマークした山崎より赤星、井上、堀田、直江ら若手の飛躍に期待がかかるが、まさに若手を起用できる土壌作りのためにしっかりと先発の柱の確立が必要不可欠。少ない枠をめぐるハイレベルな競争こそ強力な先発ローテ形成に欠かせないと言えるということでございます。はい、ということで、どのような選手かもう少し深く掘り下げていきましょう。はい、タイラー・ビーディーですね。2014年ドラフト1巡目指名、出身地はアメリカ。1993年5月23日まで29歳、188センチ、97キロ、ポジションはピッチャーで右投げ右打ちの選手です。 ABD 選手はですね、平均球速約154キロということで、まあやっぱ球速はめちゃくちゃ速いかなっていうふうに思います。先発ピッチャーでここまでの平均球速っていうのはですね、まあやっぱ NPB にはですねそうそういませんし、 MLB でもですね、まあかなり速い方と。で、球種はスライダー、カーブ、チェンジアップ、シンカーなどを投げます。BD はですね、ジャイアンツでは主に先発としてマイナーで経験を積むと、18年に MLB デビュー。その翌年には24試合に登板し、先発として防御率5点台ながら100イニング以上に登板し、5勝を挙げ飛躍の年となりました。しかし20年の開幕前にトミー・ジョン手術を受けたことが発表され、そのシーズンは全休となります。リハビリを終えた昨年は1試合のみではありますが、メジャーで登板し復帰を果たしました。そして今季は5月にパイレーツに移籍、リリーフ中心に計31試合に登板し、2019年以来先発でも5試合に登板しておりました。まあ2019年に出てきてこのままね活躍するかっていうふうに思われたんですが、トミー・ジョンというところで、まあちょっとですね足踏みしてしまったんですけれども、今季ね本格的に復帰してきたと。で、10月6日に、パイレーツをフリーエージェントとなっておりまして、まあ自由契約ですね、どことも交渉できる状態にはあったんですけど、まあ今回巨人が獲得調査というところでございます。ではどういう成績なのかというところもね詳しくチェックしていきましょう。はい、では成績チェックしていきます。 MLB の通算は58試合で7勝16敗、3ホールド 187.0イニング、防御率 5.34、 ウィップ 1.56、 奪三振率 7.84、 予縮率 3.99 という成績でございます。はい、 MLB ではそこそこ投げてますね。60試合ぐらい投げてますし、7勝を挙げて、
まあ、イニング数も187イニング、選抜もやりつつっていうところなので、まあ、割とね、食えているかなっていうふうに思います。防御率は5点台なんですけど、奪三振率 7.84、まあ、悪い数字ではないですね。四球率もですね、めちゃくちゃいいわけではないんですけど、まあ、ギリ3点台、4点台、ちょっきりくらいの数字にはなっているというところでございます。で、今季ですね、MLB で31試合登板、2勝5敗3ホールド、61.1 イニング、39奪三振、29四球、防御率 5.14、ウィップ 1.63、奪三振率 5.72、四球率 4.26 と、今季もですね、大体自身の MLB 平均と同じくらいの防御率にはなっております。まあ、ただちょっと三振が取れていなかったのが今季かなっていうところでございますので、その辺はね、まあどうなんだっていうところもあるんですけれども、まあただこうトミージョンからしっかりとね、復帰することができたシーズンでございました。で、トリプル A では1試合だけ投げております。2.0 イニング、防御率 0.00、奪三振率 4.50、四球率 0.00 という成績でございました。はい。というわけで、まあざっとですね、今季通算と成績見ていきましたが、総評を見ていくと、制球力はややアバウトなものの、MLB でも上位の速球に加えて、リリースポイントがホームに近く、エクステンションも良好ということですね。まあやっぱ制球力に関してはですね、抜群にいいっていうわけではないですね。まあどっちかというと、こう、アバウトな方な選手でございまして、まあどんどんこう、球威で押していくっていう感じではあるんですけれども、まあやっぱストレートの速さっていうのは魅力ですよね。先発で本当154キロ平均っていうのはですね、本当速いですね。まああとはですね、まあリリースポイントっていうところですよね。ちょっとこう、サイドというか、スリークォーター気味なところはあるんですけれども、まあホーム側にね、近いリリースポイントというところになっておりますので、まあそこはですね、まあ非常に、いい傾向かなっていうふうに思いますし、まあ日本に来た時もね、そこはプラスにはなってくるのかなと。で、しかし一方でトミージョンの影響なのか、ストレートカーブのスピン量というのがぐんと下がってですね、指標も悪化しております。特にストレートに関してはかなり打ち込まれることが多く、NPB 級への適応と、トミージョンの復活に期待かなというふうに思います。はい、まあストレートの球速はね、本当に速いんですけど、ただね、ちょっと良くないというか、今季に関してはですね、ストレート2100もいかないぐらいなのかな、アベレージでということになっております。 MLB 平均以下のスピンレートと、まあ、スピン量が全てではないんですけれども、実際ですね、かなりストレートも打ち込まれて指標も悪くなってます。空振りも全然取れてないんですよね。 13% ぐらいかな、ストレートの空振り率なので、やっぱね、ストレートの良さっていうのが消えていると、カーブもやっぱこう回転数っていうのがガクンと下がっておりますな。これはですね、トミージョンの影響なのか、果たしてで、まあ、こう松屋にとかがですね、禁止されました、まあ、そっちの影響なのかっていうところはですね、ちょっとわかんないんですけど、まあとにもかくにもですね、まあスピンレートがかなり下がって、 MLB でもですね、めちゃくちゃ下の方になってしまっているっていうところはあるんですよね。まあなので、奪三振率っていうのが今季ですね、ガクンと下がっているのかなっていうふうには感じます。まあただここに関してもトミージョンですね、来季3年目っていうところで、まあしっかり良くなる可能性はありますし、まあ松屋にうんぬに関してもですね、 NPB 級の方が滑りにくいっていうところはあるので、まあ、NPB に来て、まあ、そのスピンレートがですね、良くなる可能性っていうのもね、なきにしもあらずかなっていうふうには思いますので、まあ、その辺は期待したいかなっていうふうに思いますし、で、特にですね、やっぱまあ2019年の状態ですよね。まあ、来季に関してはそれに近い状態にですね、なるんじゃないかっていうね、まあ巨人側の読みかなっていうふうに思いますので、そういう期待込みの獲得かなっていうふうには感じますので、まあ、そこはね、楽しみにしていていいところなのかなっていうふうに思います。あと、まあグリフィン同様ゴロピッチャーなのは球団にマッチしているポイントでもあるのかなっていう風に思いますね。まあ、この辺はね、あえてスカウティングしている気はいたしますが、はい。というわけで、まあ、若くポテンシャルのある右腕というところでございますが、まあ、巨人はね、こう先発として獲得というところです。まあ、今季はね、主にリリーフっていうところだったんですが、先発の経験も豊富っていうところなので、まあ、グリフィン同様ですね、先発として見ているというところでございますので、まあ、活躍に期待かなというところでございますが、はい。というわけで、BD に関しては以上でございます。続いてこちらもチェックしていきましょう。では、巨人の助っ人というところで、まあ、ちょっとね、見ていくと、まあ、巨人の試合が助っ人、まあ、ピッチャー6人、で、野手が3人というところで、で、デラロサが対談濃厚になってきましたね。まあ、今まで流動的だったんですが、おやおやということになってきました。で、まあ、メルセデスクロールはどうなるんだろうっていうところのままなんですけれども、まあ、今回のですね、BD 獲得調査っていうところで、また先発が1人加わるということなので、まあ、メルセデスがますますどうなるのかっていうところはあるんですけれども。はい。で、そしてですね、まあ、今回 BD
選手とでグリフィン選手の調査をしているという段階でございます。でこの2人に関してですね、結構こう共通点がですね実はあるんですよね。まずはどっちもドラフト1位というところですね。 BD もですねドラフト1、グリフィンもドラフト1位というところでございまして、まあ向こうのねドラ1っていうところで素材もねいい選手っていうところにもなっておりますので、まあたまたまなのかどうなのかわかんないんですけど、まあここは被っていると。で2つ目来季トミージョン3年目というところですね。はい、まあ2人ともですねトミージョン経験しておりまして、まあ来季でですねこう3年目のシーズンを迎えます。まあトミージョンしてから 1,2 年目ぐらいまではですねなかなかねこう定着しないみたいなことも言われてます。3年目以降からようやくですね良くなってくるんじゃないかというふうにも言われている中で、まあ今回ねこの2人を取ってきたっていうところはですね、まあ本当ねこうあえて狙ってる感じはするのかなっていうふうに思いますし、今までねそういうチームっていうのは結構いました。特にまあ DNA とかもですねそういった傾向にあったのかなっていうふうには感じるんですけれども、まあただ巨人もですねそういうところにシフトをですねしていったのかなっていうふうには感じます。で3つ目ゴロピーで速球派というところですよね。まあこれも共通してるのかなと。まあゴロピーはね以前からこう集めてくる傾向にはあったんですけれども、まあそれに加え今回は速球派の2人ということですね。まあ左ピッチャーでしっかりと150キロ以上コンスタントに投げれるグリフィンと、まあそして右ピッチャーでめちゃくちゃ速い球速帯を誇るですね、ビーディーというところでございまして、まあこの2人ですねしっかりと速い球を投げれる選手っていうのを取ってくると。はい、でそして、4つ目20代、まあビーディーに関してはね来季30歳にはなるんですけど、まあまだ29歳というところでございまして、グリフィンももっともっと若いというところですよね。まあここのね若い選手っていうのをしっかりと取ってくるっていうところなのかなと。で今季に関してはですねやっぱ先発はアンドリースとシューメーカーですよね。まあアンドリースはめちゃくちゃ年齢いってるわけではないんですけど、それでも30代中盤、シューメーカーに関しては30代ですね、まあ後半に差し掛かろうとしていた選手でございます。まあ実績はあるんですけど、フレッシュかと言われるとそうではありませんでしたし、まあどっちかというと速球派というよりですねコントロール重視のスカウティングでございました。まあなので今年に関してはそのスカウティングに大きな変化がちょっと見られたのかなというか、まあある程度実績あって制球力のいい選手を取ってきたのがなかなかね良くなかったっていうところなので、まあ若くてしっかりと速い球投げれる選手に方針転換したっていうのはですね、まあ非常に分かりやすいのかなっていう気はいたしますので、まあこれがですねどうなるかというところ、まあ巨人ねまだまだ助っ人は獲得するのかなっていうふうに思います。かなり切っております先発候補2人連れてきてもですねまだまだ足りないかなっていうところです。リリーフの話っていうのもまだ出ておりませんし、当然ですね注目は野手の助っ人というところになっております。まあポランコ、ウィーラー2人対談するので、おそらくね1人は絶対連れてくるかなっていうところでございますので、まあその辺もねおいおいお話はしていきたいかなっていうふうには思っておりますが、まあ本当ね楽しみでございます。では今日は以上ですね。最後ネットの反応を見て終わりましょう。はい、ではネットでの反応を見ていきましょう。 BD もグリフィンも球速はあるから、仮に先発で難しくともリリーフで化ける可能性もある、少し視界映像を見れてないけどいいところに目をつけているのではということですね。はい、そうですね、まあ今回の BD グリフィン、まあ球速本当ある選手を連れてくるというところで、で特徴としてはやっぱ2人ともですねある程度こうリリーフをですね、今季はやっていたというところになってます。ただ巨人は先発として取ってくるというところなんですよね。まあこの辺もある程度仕方ないかなというか、まだこの時期にですねまあそこそこ若くていい選手を連れてくるってなればですね、やっぱ先発はかなりハードルは高いんですよね。向こうでも需要ありますし、まあそうなってくるとある程度こう先発経験のあって今季リリーフでまあ良さそうな選手を引っ張ってくるっていうところがなんかこうメジャーになりつつありますので、まあ巨人もですねそういった感じにはなったのかなっていうふうに思います。まあなので仮に先発難しかってもリリーフにこう配置転換とかはですね全然考えていいんじゃないかなっていうふうには感じますし、まあ特にグリフィンなんかねそっちの方がすごくハマる感じはするので、まあ無理でもねそういうことをですね考えていければ一番ねいいのかなっていうふうには思います。まあなのでそういうところも含めて先発はまあ3人ですね欲しい感じはするんですけど、まあこの辺をねどうしていくか、まあメルセデス残すのか、まあ切って違う人取ってくるのか、まあそれともまあメルセデス切って誰も取らず BD グリフィン体制でいくのかっていうのは分かんないんですけど、まあそういうね可能性も全然あるのかなっていうふうには確かに思いますが、はい、でこちら見ていきましょう。田中千春、グリフィン BD と、高身長で荒々しい投球する投手が多いのは高身
身長を魔改造してくれる久保コーチが来たからかということですね。はい、そうですね。まあグリフィン、ビーディーもそうなんですけど、まあ田中選手ですね、ドラフト3位で獲得した選手、まあこう体格が大きくですね、球速の、出る選手っていうのを取っていると。まあそこで注目されるのがですね、今年から入閣した久保コーチですね。まあソフトバンク阪神などで実績のあるコーチでございます。でこの久保さんがですね、結構期待されているのが魔改造というところですよね。特にこう身長が高くて球速が出る選手をですね、こうすごくうまくまとめることがですね、できるコーチなんですよね。まあ一番の成功例で言うと、やはり阪神のメッセンジャーとかですよね。は久保コーチがですね、こう一人前にしたみたいなイメージがすごくあるのかなっていうふうに思いますが、まあこう外国人投手のですね、強制っていうところに定評がある、コーチなのかなっていうふうには思いますので、まあ久保コーチのこう指導というか、まあしっかりとですね、ターゲットにはなってくる選手なのかなっていうふうには思います。まあ田中選手も含めてですね、こう久保コーチがどういう影響をもたらしてくれるのかっていうところですね。まあこの辺もね、本当、どうなってくるか楽しみでございますが、では今日は以上ですね。よければチャンネル登録、コメント、高評価などいただければ嬉しいです。野球人でございました。せのゲームセット、ありがとうございました。